牛首ダムは、福岡県大野城市、二級河川、五笠川水系牛首川に建設されたダムである。福岡県が管理する県営ダムで、高さ52.7メートルのロックフィルダムである。牛首お及び五笠川の治水と水質汚濁の進む五笠川の水質改善を目的に建設された治水ダムで、国庫の補助を受けた補助治水ダムである。 住宅地に隣接する都市型ダムでもある。ダムによって形成された人造湖は、大野貯水池と呼ばれ、通称などはない。博多湾に注ぐ後笠川は、流域に、県と福岡市をはじめ、春日市、大野城市、太宰府市といった人口密集地帯を要し、福岡都市圏のベッドタウンとして宅地化が急速に進んでいる。また、 国道3号、JR 九州、鹿児島本線、西鉄天神大牟田線といった数様な交通機関が通過しており、交通の要衝としても重要な位置にある。五笠川水系は古くから水害上周地帯であり、特に1973年7月に発生した集中豪雨は流域に大きな被害を及ぼした。 このため早急な河川改修が必要となったが、前日の通り宅地化の進行により、堤防建設といった河川改修は、莫大な保障問題が発生するため、十分な改修ができにくい状況にあった。その上、元来流量の少ない五笠川は、流域の内からの取水量増大に伴い、渇水時には水量が極めて少なくなり、九百六十七年の渇水では、 ついに五笠川が枯渇、流水は途絶する深刻な状態となった。これに加え都市化の進行により生活排水が流入、流量の少ない五笠川は短期間のうちに水質を抱くと悪臭に悩まされる河川となった。このため、流域自治体の河川整備や下水道整備で対応していたが、根本的な問題を解決するためには、 河川総合開発事業による河川整備が不可欠と見た福岡県は、五笠川支流の牛首川に地水ダムを建設することで、洪水調節と河川の正常な流量維持を図り、諸問題を解決することとした。こうして1970年より、五笠川総合開発事業の一環として、計画されたのが牛首ダムであり、1972年より事業に着手。 この間水没する5個の住民との保障交渉を経て1976年により、本体建設工事に着手21年の歳月を経て1991年に完成した。ダムは、堤高52.7メートルの中央土質射水壁型ロックフィルダムである。停滞中央部の基礎岩盤には、礎石が埋設されている。ダム湖は、大野貯水地と呼ぶ。 目的は牛首側、五笠川の洪水調節、五笠川より古くから農業用水を取水している、既得水利権者分の用水補給及び五笠川の流水を正常な水量に一定維持することによる水質を抱く改善を目的とした不特定利水である。洪水調節と不特定利水は地水として目的が包括されるため、両者の目的しかないダムは多目的ダムとはならない。 このようなダムは、治水ダムと呼ばれる。牛首ダムは、福岡県が国庫補助を受けて建設した治水ダムなので、専門的には、補助治水ダムと呼ばれる。この制度は1972年に制定されたもので、福岡県が初めて手掛けた補助治水ダムでもあった。なお、北東の太宰府市には、同じ五笠川水系大佐野川に建設された大佐野ダムがあり、 牛首山を越えた反対側には三神ダムがある。この三神ダムは補助多目的ダムとしては全国でも数少ないコンバインダムである。大野貯水地周囲は豊富な自然に恵まれ、夏季にはホタルの名所となることで知られる。最寄りの鉄道駅は西鉄天神大牟田線下尾尾尾駅。最寄りのバス停は西鉄バス、平野ハイツ入り口、または原、南山手団地。 ありがとうございます。